はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、たったの30秒でお腹を引き締めるプランクを紹介します。普通にプランクをねやってしまっても、やはり慣れてる人はね効き目がないので、お腹をしっかり引っ込めたい人は今からやるプランクをやってもらえたらと思います。では行きます。2種目を5秒ずつ合わせて10秒、それを3セットの30秒でいきます。まずですね、うつ伏せになった状態で肩の下に肘つきます。こっから体を持ち上げたら普通の負荷になってしまうので、ちょっと肘を前に出してもらって、お腹を引っ込めたまままず体を上げます。こっからですね、まず5回体を上下に起こします。1、2、3、4、5。今度はこのままお尻を1、2、上下に5回、3、4、5、また前に5回、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、これです。3、4、5。はい、 OK です。お疲れでした。たったの30秒、とっても簡単ですよね。でしっかりねお腹を引っ込めとかないと腰を痛める原因になるので、プランクの時にね腰がこう反れないようにお腹を引っ込めたまま行ってください。でこれたったのね30秒なんですけども、お腹を引っ込める人には腹筋よりもこの方がいいです。っていうのもですね、腹筋をつけてもお腹は引っ込まないです。要はお腹を伸ばしたまま力を入れとけれるプランクのような腹筋をした方がお腹は引き締まります。というのもですね、姿勢が悪いとお腹が出ます。姿勢がいいとお腹は伸ばされるので、まあ、実質ねウエストは細くなる、お腹が引っ込むということになりますので、このプランクをやっても脂肪は減りませんけども、実質姿勢が良くなる、お腹を引っ込めとくことができる、この2つでねお腹っていうのは引き締まりますので、まあ、ぜひねお腹引き締めたいよって方はやってみてもらえたらと思います。たったの30秒なので、ぜひ毎日でもね行ってください。というのもお腹っていうのは力を入れることをしていないとお腹の力が抜けちゃってお腹がたるんじゃいます。で姿勢が悪くなります。なので常に適度にね毎日力を入れることで、毎日お腹がね緊張してくれますんで、緊張してくれてるとお腹がね引き締めた状態をキープできますんで、よかったらこのプランク2種目、普通のではなくて今回のこのやつをやってもらえたらと思います。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してない方はぜひよろしくお願いします。